キリノッチ県はスリランカ北部州に属する県。県とはキリノッチ。LTTE の軍事パレード現在のキリノッチ県の領域は紀元前5世紀から13世紀までラジャラタと呼ばれる王県の一部であった。13世紀から植民地時代までの期間はキリノッチ県は北部のジャフナ王国の支配下に置かれていた。ジャフナ王国の滅亡後、この地は 時代とともにポルトガル、オランダ、そしてイギリスの支配下に入った。1815年、イギリスは正論党の支配を確立すると、全党を定地新原、高知新原、タミルの3つの民族を基準とする行政区域に分割した。この当時、キリノッチ県の領域はジャフナ県に含まれており、ジャフナ県はタミル行政区域の一部とされた。 1833年、コールブルーク・キャメロン委員会の提言により、民族別の行政区域は廃止され、新たに5つの地形に基づいた州が設立された。ジャフナ県は、マンナール県、ワンニ県とともに、北部州を構成する県の一つとなった。1936年、ジャフナ半島の人口過密、失業問題対策の一環として、 キリノッチ県の領域に対する入植計画が実施された。1948年のスリランカ独立後も北部州の行政区画は引き継がれたが、ジャフナ県の一部は1978年9月に新たに誕生したムッダイティーブ県へと移り、さらに1984年2月には残る南部地域が分離されキリノッチ県が誕生した。スリランカ内戦中、 キリノッチ県は長期にわたり、反政府組織タミル・イーラム解放の虎の支配下に入っていた。政府がその支配を回復したのは、スリランカ軍が奪還を果たした2009年初頭のことである。キリノッチ県は、スリランカ最北の北部州のさらに北部中央のインド洋に面した沿岸部に位置している。面積は1279平方キロメートルで、県域は北で、 ジャフナ県、南でムッダイティーブー県、南西でマンナール県と接する。県庁所在地であるキリノッチは県の東西中央付近に位置している。キリノッチ県は4つの郡から構成されている。郡はさらに95の GN 地区から構成されている。2012年時点のキリノッチ県の人口は11万1210人。人口の大半はスリランカタミルから構成される。 キリノッチ県の人口動態は北部州の他県や東部州と同じように2009年まで続いた内戦により大きな影響を受けている。この内戦における死者は10万人に上ると推定されており、また内戦期間を通じて数十万から百万とも言われるタミル人が西側諸国などへ移住した。それ以外でも多くのタミル人が比較的安全なコロンボへと移住している。 さらに県内にいたスリランカムーアやシンハラ人といったタミル人以外の民族グループの多くがタミルイーラム解放の虎により他の地域へと追放された。ありがとうございます。